ババメダ家は、秋田県南秋田郡五条目町と秋田県秋田市の境界にある標高線37メートルの山である。ババメダ家は、太平山地の西端に位置している。隣接する太平山と馬亭系の山海を成しており、穏やかな山頂をかたどって、日本海側に立ちはだかっている。その海中には、国が指定した、人種別国民の森があり、太平山と共に、 県立自然公園に指定されている。山頂脇の窪地には、馬の守護神である藍染神の石祠があり、かつてこの山が、馬の守護神として、信仰を集めていたことが忍ばれる。馬場目だけの登山道は4つのコースがある。最もよく利用されているのが、朝日また登山口からのコースである。一し別国民の森を過ぎてから、朝日またに移動すると、そこには駐車場、トイレ、 案内板がある朝日また登山口があり、太平山や赤倉山への共通の登山口となっている。登山口から約1時間50分程度で赤倉山への重装路との分岐点に着く。そこから約40分で馬場目竹山頂である。このほか、銀の沢コースや大倉又沢コース、太平山から馬蹄形の3階を重装する重装コースなどがある。山頂には、 標中と山東三角点があり、360度の眺望が可能である。山頂には平成17年に改築された避難小屋がある。ババム竹山頂信、文献登山ガイド、海底版4は秋田県の山、山と渓谷者。ありがとうございます。